お前の背中あれは竜か。いや、あれは竜じゃねえ。竜魚。うん、本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。へえ、そういうもんなのか。まあでも竜魚ってのもなかなかかだろう。いつかすげえ男になってよ、この竜魚を竜以上に輝かせてやりてえって今はそう思ってんだ。へえ、いい心意気じゃねえか。わしを背負いなしろ。やばれ、手加減しねえぜ。よし、行くぞ。やんのか。かかってこんか。よし、かまったぜ。よっしゃ、行くぞ。とどめだ。おら、おら、俺の番ね。なめんなよ。何か言いたいことでも。やるぞ、やるぞ。やるぞ。俺の番だな。かかってこいや。おい、来た。ほら来いよ。行くぞ。強くなっちまったか。おい、てめえ文句あるのか。何見てんだよ。負けねえぞ。俺の番だな。
このお前文句あるのか。あ、レッツやってやるぜ。俺の番だな。おい来た。やるか。行くぞ。
なにいんのかよ。若いやつも結構来てんな。一番、お前何歳だ。42歳だ。ナンバは確か41かな。どっちも望みは薄いな。歳なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ、熱意だろ。熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつに負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来るのか。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か。ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ、俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ、もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、全くダメだ。だよな、俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことだ。全くその通りよ。どうだい、見捨てられたもん同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえよ。ハーモレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄足だ。腐るなよ、他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事を探しに来たのかい。ああ、だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。今夜ちょっとしたバイトをしないかい。あ、と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック一体何すんだ。さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとな、おっちゃん。ちょっと、こんなところで斡旋しないでくださいよ。ん？何のことだ。見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、規
則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。いっつも勝手なんですから、所長は。よし、行くぞ。
強くなった気がするぜ。かかってこい。ほい、来た。俺の番だな。逃げるのは今のうちだ。出してんじゃねえぞ。俺の番だな。
ハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ハロワのカンベに用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。二人もよこしてくれるなんて、カンベも気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒、命張るって一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒に遭っててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ。あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル、なんだそれ。お話だろ、偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことか。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。ではどこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、そうだわね。え、なんでだよ。窃盗だぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジルに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから夢で、墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。南波さんは知り合いいねえのか、コミジルに。いねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。町じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で、行けば死ぬのは間違いなし。てわけで、ばあさん、こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。おこら一番、お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジュルが勝手に貼ったもんなんだし。バカ言うね。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え？おい、何してんだよババ。すみません、私も止めたんですけど。まあまあね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の尾が切れてブチッとやっちまったのさ。私も年かねえ。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんで
やったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃ、なんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって、絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？私はここの常連客だよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい。嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい。こっちから願い下げだ。おい、帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんた、これからどうするつもりだ？電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえな。は？泥棒された上、その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも。構わねえ。俺やるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら、願ったりかなったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って、このババ。本当にいいんですか？ねえ、男に二言はねえ。俺たちで引き受けるぜ。ちょいまし。俺たち？俺も入ってんのか？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。わかったよ、もうやるよ。やりゃいいんだろうが。よし、話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始と行こうじゃないか、ママ。しかし、不気味なビルだな。こんなに電線引っ張って、やつら一体何に使ってんだ？俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ、ナンバ。たった5000円ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今更電線を元に戻せて、客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあこのメッセージはただの脅しってことか？俺はそう睨んでるぜ。異人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら、普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石黒を投げて脅して、送電戻すの待ってるんで。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら？いやお前、もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでも、いつか乗り込んでくるかもしれねえな。だ
からよ、一番。もう石ころで住んでる今のうちに、もうこれは脅しだけだっつって、ママとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく、地獄耳なばあさんだぜ。ん？どうした？いや、あれ誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ああ、ってポップコーンかよ。ビビらせやがって。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ。まあな。あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ、あの野郎。無職のくせに飲み屋なんか来やがって。ん？な、うわら、やめろ。お前、コミジュルなのか。おい、待て。邪魔すんじゃねえ。なんであんなことしたんだ。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか。そうだろう。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってんなら、てめえらも容赦しねえぞ。やってやるぜ。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。見せてやるよ。おりゃ。よっしゃ、あっちだ。また強くなっちまったか。キックス。お前、名前なんだっけ。ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前、店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのか。お茶悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ、間違いねえ。なんでわかる。まあ、身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたらどんなやつだった。顔は見たんだろ。さあな、覚えてねえよ。てめえ、ちゃんと答えろ。やめろ。ナンバー、聞きたきゃあのアマに聞け。アマ。お、待て。おい、一番。おうな、やめとけ。一番、あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ、笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて、あいつがコミジュルの。ああ、奴がコミジュルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつ、アマって言ってたぞ。コミジュルに女がいんのか。そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。一番、見ろ。やべ、逃げろ。
しまうよ。よし、チカバチカだ。おい、コミジュル隊よ。え、何してんだよ。あんたらが雇ったやつだ。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あと、それとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ。俺ら死んだな。気が済んだか。ありがとうございます。待った。ねえ、なあ、違うって。わかった。
せんじゃねえ。かかってこい。ほい来た。なめんなよ。見てろよ。あっちな。よし、行くぞ。やってやるぞ。文句あるのか？そこのお前。兄ちゃん財布を頭に来たぞ。開いてねえぞ。俺の番ね。ほら来いよ。ほら来いよ。俺の番だな。手伝って。おい、来た。よし、行くぞ。よっしゃ、勝ちだ。
おう。来たかい。おはようございます。大きな、今日はもう店じまいだよ。おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。なんなのよ、こんな時間に。もう少し寝かせてよ、浜子さん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。昨日、あんた何人？5人も相手してクタクタよ。小料理屋ってこういうことか。まかないはなさそうだな。しけりすぎて埃も出ねえよ。おい一番、このティッシュ拾ってくれよ。てめえでやれよ、仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。アホか。違法風俗反対。維新庁から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に告ぐ。こちらはブリーチジャパン、横浜地区リーダー久米である。ブリーチジャパン、違法風俗反対。維新庁から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に告ぐ。こちらはブリーチジャパン。なんだあれ、知らないのか。ブリーチジャパンだよ。違法風俗反対。新庁から撤退せよ。ブリーチジャパン、いわゆる NPO ってやつだ。もう14、5年前か。全てのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは漂白って意味だよ。グレーゾーンを漂白か。うん、横浜だけじゃなく全国に支部がある。で、そのブリーチジャパンの設立者が青木亮だ。青木亮、今の東京都知事だよ。
それって町の浄化作戦をやったっていう。確かカムロ町産経作戦。うん、分かってるじゃねえか。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は衰えちゃいねえ。だからあんなに若者が集まるのさ。もしかしてあいつらがここに集まった理由ってのは。こちらの店舗は飲食店として役所に届けております。しかし2階に上がった客は食事など食べません。中井の女性が運んでくるのはお茶だけなのです。では客の男は中井と何をしているのでしょうか。それはいかがわしい行為に他なりません。近所に住む人間なら誰だって知っていることです。れっきとした犯罪行為が何十年にもわたって堂々と行われているのです。しかし働かされる女性の多くは店に洗脳され、その重大さに気づいておりません。犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々ブリーチジャパンは店の撤退を訴えます。じゃかしんだよ、ガキンジョどもが。ここの女たちは頑張って働いてるだけさ。頑張っていれば犯罪も許されるんですか。お前らみたいな鬼さんにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい気持ちがあるからでしょう。守るもんのためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎、お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんなここが最後の砦になってんだ。聞きましたか皆さん。犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうです。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持ったって幸せになる子はなるんだ。じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って幸せだってお子さんを。いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほらいないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供なんてここにいるぜ。おっ2階のゴミ箱に入ってたいろんなもんの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。ちょ、それってもしかして。そらよ。なかなかやるじゃないか一番。なあ、
はい。おい、待った。おい、そうか。おう、出してんじゃねえぞ。やってやるぜ。よし、行くぞ。やんのか。当たってもいいよ。なめんなよ。やってやるぞ。強くなった気がするぜ。一つ上の男。クソ、親父のくせに。すげに見かけたらただじゃ浮かねえぞ。その元気がありゃちった親孝行に向けるこったね。しかしブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。奴らの目的ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのか。あの連中の大義名分は立派でも、本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえ、やってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし、帰るか。ああ悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。うん、
あんたたちホームレスなんだろ。ああ。ここに住まないかい。2階の一部屋を貸してやるよ。え？え？本当にいいのか。それは助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか。女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私はお人よしで貸そうってんじゃないんだよ。あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。狙いって居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだよ。頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくてもここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまた別さ。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住権はないのさ。そっか、なるほど。それにここの土地と建物は借り物だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけて私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっと分かったようだね。本当に住ませてくれるのか。本当に俺らでいいのか。ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。冗談だよ。スナックの意見を見込んでこっちからの頼みさ。わかった。住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが偉人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。わかってるよ。オンに切るぜ。一番、天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかし、ホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな、一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。ナンバがいなかったら、俺は死んでたんだぜ。なあ、ナンバって看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があるのか。え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。
俺はその背中しか見てこなかったから、他のことなんて。組長さんのことか。ああ、まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ、もう40超えてんだぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった？え？あなんだっけな。もったいぶるなよ、照れてんのか。ガキの頃俺は勇者になりたかったな。あ？勇者？どういうこと？ドラクエに出てくんだろ、あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ、なりたいもんになりてって。そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ、それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おう、その息だ一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。勘弁してくれ。今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。金だってもういらねえから、もう一回チャンスを。あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろ。네가걱정할필요는없어。가게에는전화해뒀다。나머지는우리가알아서처리하지。何？何て言ったんだ？お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。죽어라。
お疲れさん。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜。なんなんだこの人、知り合いか？神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか？大丈夫、いやそうでもねえな。クビになったよ、警察。え？あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたたった一人でこの場所見つけ出したのか。春日には俺からスマホを渡してたんでね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。っていやお前には分かんねえか。なんだよ感じ悪いな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。そのシステムが GPS。 そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか？いや、多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは？カムロ町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害、役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなことに？あんた春日がカムロ町で撃たれたって話は？うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けした。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺をクビにして一件落着とした。すまねえ足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや春日。俺はまだ総監を諦めちゃいねえ。総監？警視総監だよ。警視総監が？なんだよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中のカムロ町進出をおめこぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみで。そんなの一番に何ができるってんだよ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その子分だった。こないだ胸を撃たれるまではな。だろ？今でも俺は親さんの子分だ。おめでたいね。つってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ平たく言いや復讐だ。復讐？
話は20年前に遡る。資産家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな。星は近所で失業中の前科者で、俺がこの手でワッパをかけた。くすみという男だった。だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かった。つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことに、その証言も俺が聞き込んできたもんだった。それで、俺はすぐ捜査本部に報告した。その時県警はすぐに久住を釈放するべきだった。でもそうはならなかった。ええ、アリバイの証言は固いと少なくとも現場はそう感じていた。だが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けた。そこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に執拗にだ。なんでだよ。神奈川県警本部長様の指示でだ。そいつが今の警視総監堀之内十郎よ。その指示の理由は？当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていた。ところが起訴した容疑者がシロだったとなれば大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言を取り下げさせた。なんだよそれ。本当にシロなら他にも無実の証拠が出てたはずだと奴はそう言い放った。で結局逮捕した党の刑事たちさえシロと見てた被告人に実刑が17年。久住はかみさんや子供を残したまま首を吊ったよ、獄中でな。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さ。胸くそ悪い。神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでな、いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだ。てめえの任期中に問題が起きねえうちにな。だからってそれで無実の人間を。ふざけすぎだろ。当時まだ青かった俺もそう思った。だから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやった。え？だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元公安の実力者よ。人脈も半端じゃなかった。俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回った。リークした情報は一切世に出ず、俺には免許センター行きの辞令が来た。クビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこか。そいつが今や警視総監とのってわけか。俺も全部忘れちまえば済むんだろうがな。そうなると首吊った久住にあの世で合わせる顔がねえ。男が3人も集まって何乳繰り合ってんだい。なあ浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ。もう10時だよ。あんたたち今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい。あ、やっべ、そうだった。早く行かねえといい求人が取られちまう。悪いな、足立さん、俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え、なんで。俺だって今は無職の無一文よ。無一文？少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえって、そんなもん。退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。しょ、免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえか。うるせえ。俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだよ。ほらさっさとハローは行くぞ。
なあ、そうだ。ねえ。なあ。てめえ。おう。さあ行くぜ。乗車しねえぞ。の？な、なんだ？こいつら変身しなかったか。ああ？何言ってんだお前。勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか。現実見ろよ無職さん。お、俺だけ？まあいいや。こっちの方が面白え。おい来た。よそ見してみろ。ほら来いよ。とっておき。どうした？よし、行くぞ。行くぞ、俺。ほれほれ。逃げるなら今のうちだぞ。見せてやるよ。俺の番か。ほら来いよ。仕留める。本気出せよ。俺の番だな。よっしゃ、行く。よっしゃ、行こう。強くなっちまったか。へえ、やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だな。あ、さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか。あ、いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきの俺の妄想だったのか。まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ。勇者になるぜ。まったく調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。
ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。やる気か？手加減しねえぜ。俺の番ね。なめんなよ。ザコが。俺の番だな。おじさん、昨日僕誕生日だったんだ。そうなのかい。じゃあ何かプレゼントをあげる。ああ、それは別にいいよ。ごめんね、僕もおねだりするみたいになっちゃって。いやいや、その年の誕生日は一度きりなんじゃ。わしもお祝いさせてくれ。でもおじさんホームレスだよね。確かにそうじゃが、うん、おじさん生きていくのに精一杯でしょ。気持ちだけで十分だよ。ありがとう。そうか、翔太君は優しいな。ああ、そろそろ塾の時間だ。もう行かなきゃ。またね、おじさん。ああ、気をつけてな。探しに行くのは難しそうだし、あのじいさんにでも渡しておくか。虫と違うな。銀色に光ってやがる。ああ、全く信じられないザマス。まだあの凶悪犯を捕まえてないザマスか。こちらもパトロールを強化しているのですが。何か事件でもあったのか。彼のせいで川がこんなに黄ばんでるザマス。いやいや、さすがにそれほどでは。ともかく一刻も早くタチション犯を捕まえるザマス。凶悪犯ってた、あの警官もない。あの、はい、そうだ。ええ、ありがとうございます。それでは。ああ、
ねえぞ。やってやるぜ。おい、来た。してみろ。やめんな。かかってこい。ほらほら。やめろ。やってみろ。やってやるぞ。やめんな。どうするかね。ほら来いよ。いい勝負だ。おお、なんだこの家。ゴミだらけじゃねえか。そこ一応質屋さんらしいのよ。え、質屋ってこれゴミ屋敷ってやつだろ。こんなとこで商売なんてやってんのか。買ってる人は見たことないわね。あんまりひどいから役所の人が何度か説得しにここの店主に会いに来たんだけど、ここのものは全部店の商品だ、勝手なことをしたら訴えるって店主が言い張って平行線みたい。こんなゴミが商品ね。匂いもひどいし虫も湧くしで私たちも困ってるのよ。なんとかしてほしいんだけどね。確かに近所にこんなのあったらきついよな。なんとかなりゃいいんだが。おい、あったな。腰が張るか。
おう。ああ。ざけんな。いや。強くなった気がするぜ。さあ、いやー春日さん、お手柄ですね。まあな。しかし、またなんでこんなに立ちションを。大自然に解き放つ解放感と、あっけなく流されていく切なさがたまんねえのさ。わかるだろう。全くわからん。さあ、あとは書で詳しく聞かせてもらいますよ。くそ、こんなことになるなんて。ご協力感謝します。おかげで犯人を捕まえられました。こちらがお礼です。また何か怪しい人物がいたら、ぜひ私にご連絡ください。ほら、行くぞ。ふう、一件落着だな。お？そういえば、俺も少し尿意が。いや。ちゃんとトイレに行かねえとな。何
か言いたいことだぜ。放射しろ。おい、来た。ほら、来いよ。何やってんの？よし、やってやるぞ。さて、おきだ。ほら、ほら。なめんなよ。寝るぞ。やんのか。俺の番ね。してみろ。ほれほれ。なめるよ。ほら来いよ。俺の番だな。ほら。そうじゃな。あの、いいぜ。ありがとうな。ああ。